よし、見つかりましたね。で、今日からまた新しいチームで対戦の方やっていきたいと思います。で、使うのはヌルアンとナゲキですね。ナゲキはちょっと有識者の方に個体を恵んでもらいました。まあ、こいつ結構やれるやつだと思うんで出していきたいけど、今回は微妙だな。カビゴンが結構刺さってそうだから、カビゴン出していこうかな。ラプラスは、ラプラスでもありか。抜群取れる相手がめちゃめちゃいる。てか、ミッキー以外全員に抜群取れるし、これ出した方がいいかもな。でも今回、つぶて持ってないから、ドリューズとの殴り合いは負ける可能性があるんですよね。単純にヌルアンタもまあまあ刺さってるから、ヌルアンとカビゴンとかでもいいんだよな。ロトムをカビゴンで受けつつ、ヌルアントで攻める。まあ、ありかもしんないですね、普通に。これ、いくか。はい、対戦よろしくお願いします。さてさて、何から来るかな。ウッから来たか。こいつクソ久しぶりに見たな。マジか、こいつマジで久々に見たわ。どうしたらいいの、ダイビングしてくんのかな。まあいっか。よくないけど電磁波でもしとく。ダイビングしてくんの、波乗りか。そっちか、ダイビングじゃなくて波乗りでも取れるんだっけ。まあいいや。あれ、波乗りでも捕まえてこれるんだっけ、魚。捕まえてこれるわ。おい、電磁波外すとかあんの。まあいいや、電磁波連打で。あんまり波乗り連打されるとヌル消耗しちゃうからな。そんなにデンジャーにこだわんなくてもよかったな、正直。うわ、こいつひれみ狙いできやがった。そんなデンジャーにこだわんなくてもいい説が おかしくないか、こいつ。なんか天メグか、天メグもう完成。技全部見せてくれんの。まあいいけどさ。はい、トンボがあり、こらえるとかあるんですかね。で、タスキは潰して来たわ。これ痛いんだよな。恐ろしいダメージだよ、本当に。でも今相手持ってないからね、オンもチャンスですわ。でもあれか、ピカチュウ飛ばされるのが。だからここ気合で普通に技打った方がいいな。で、大マクサしない方がいい。多分これこらえられるからなりきばをしとこう。ダイマックスするとこいつまひらされちゃうから、回避する方法ってないよね。なんか身代わりも貫通するんじゃなかったっけ。ウのことわかんねえわ。こいつラティオスに色が似てるから俺の相棒にするとか言ったけど、一匹も育成してないし。ランクバトルでもなんか一時期ちょっといたらしいけど、俺はあんま見なかったですね。最近なんかちょっと俺って言っちゃうな。僕はあんま見なかったですね。昔は意識して僕って言ってたんですけど、なんか酒飲みながら放送した時に俺って言ったらリスナーにみんながすげえ怖いって言われて言うのやめたんですよね。最近よく言っちゃうんだよな。もちろん僕っていうわ。あとなんかできる社会人風に私、サントさんとか自分のことを私って言うからな。ウケるわ。なりきば、はい。ピカチュウ捕まえていくんでしょ。もう拾わせた。さっき電磁波外したからね。これで秒走ですわ。あ、ここは捕まえてこないから、波乗りをさなきゃ捕まえてこれないから、そうか、気にしなくていいんだ。もうグダグダ。なぜか俺相手がピカチュウ捕まえているもんかと思ったな、明日。グダグダすぎるんですけど。ダイナックスしてもいいな、でもここ。しちゃうしちゃうか。ダイナックでパワー上げちゃおう。グダグダだけどこれでいいや。でもこれスカーフサタンが後ろから出てくるとめんどくせえんだよな。パワー上がったアイアンタはマジで止まんないだろう。でもで、ここでダイナック、これ仮にこここらえるとかあんのないよね。ダイナックでこらえるって2回連続使えるんですか。 100% 失敗するのかな、それとも守るみたいに確率で成功するみたいな感じなのかな。いや、わかんねえわ。アイアンタはね、昔は結構使ってたんですよね。昔っていうのはサンムーンの頃とかにはまあまあ使った時期があったんだけど、こいつの強さと弱さを分かってるつもり。ロトム、これスカーフなのかな。スカーフだったら一発ぐらい耐えそうだよね。これ大ワームでいいっしょ。相手の特攻下がるんだし。大学生してくるかな、してこない。マジか。絶対きつくないか、ダメージ的に超入ると思うんだけど。ですよねだよな。アイアントのパワー舐めすぎだぞ。引くと思ったのかな。アイアントって特防めちゃめちゃ低いから、普通にドロポンとか食らうと相当なダメージが入ってた。ギャラドスか。あ、じゃあ勝ちだな。ウーに動揺しすぎてマジで説明がグダグダだったけど、なんか試合は勝てそうだからいいか。試合は勝ちましたわ。いやー、ギャラドス耐えないだろうな。パワーも上がってるし、仮に耐えたとこでって感じだよな。ルルアントは結構ね、僕に合ってるかなって前から思ってたんですよね、プレイスタイル的には。で、アイアントでぶっ潰して終わりですね。守ってくるかな。ああ、やってくるか。まあそうですわな。うちのアイアントは外さねえからな、問題ないっすわ。どうしよっかな、ここ。一応引っ込めるって手もありか。でもカビゴンがギャラにそんなにめちゃめちゃ弱いわけじゃないから呪い方だし、別にいいな。ここは雷の牙で当てれば多分死ぬ。パワーも上がってるし。当たらない。当たったか。だから一緒に当たらなかったかと思った当たりましたね。ハリキリ外さないな。パチラゴもそうだったけど、必中ハリキリとか超強いじゃん。対戦ありがとうございました。さあやっていきますよ。で、ワイトのチームがフィブラか。フィブラ別にいいな。何がいいんだって感じだけど、普通にアイアントのご利用してなんとかなりそう。ルチャボーがいるか。ナゲキちゃんいけるかな。やれなくもなさそう。ナゲキちゃんラプラスもまあありだよね。ブラッキーとかに対して身代わり張ればいけるし、ドゲキッスもありだな。キッス結構刺さってんな。相手のルチャボーがうざいから、どうしよう。ルチャボーに強いポケモンいなくね、うちのチーム。やばくないかこれ。結構ギルガードをなんとかぶっ倒してからの敵質でなんとかするしかない。カビゴンが事前に呪い詰めてればいける説はある。それが嘆きラプラス嘆きとかで行ってみるか。これいけるかな初手ルチャボーは多分ないだろう。あれ、あと誰、キッスとか超弱そうなんだけど、これ大丈夫かな。やってみる。やってみるか。はいはい、対戦よろしくお願いします。なんかすげえ弱い選出をした気がしたけど、まあ、最悪ラプラスが全部レード当てて殺すで。それでいこう。初手エーフィーだったら身代わりから入ろうかな。どうしよっかな。ギルガルドか。これ身代わってもいいかもね。インファイトとかって相手の耐久下がる可能性あるし、身代わります。意外とレードの技配置変えるの忘れてた。はい、こっちは相手の身代わり貫通できるからな。大体ブレードフォルムになるじゃん。ここに殴っていこうという考えよ。しかも相手防御も下がってるからな。これで特防防御下がるわけじゃん。で、ここで殴れば相手は当然クソ痛いわけですわ。これがギルガルドのいなし方だけど、ここはキングシールドの可能性もあるんで、一旦身代わりを張ります。身代わりが3番目に置いたの気持ち悪いんだけど、ちょっと誰かなんとかしてくんないか。これ対戦中って直せないのかな。引いてきた。それはそれでいいや。誰、ロトムか。ああ、ボルチェンからなんかしてくんのかね。ただ突っ張られるだけだったらいいんだけど。それが歌方のアリア嫁か。まあ、ボルチェンないやつもいいから、一回フリーストライでいいかな。レードはちょっとさすがにやりすぎな気がする。あー、ボルチェンか。だったらレードだったな、ここは。まあ、フリーズドライも氷ワンチャンあるんで。ここでギルガルドが来るのがね。なるほど。同じことするか。同じことをしてもいいんだけど。嘆きに引けなくはないのかもしれないな。まあやめとくか。まあ安定は身代わりだよね。これ仮にシャドーボールだとしてもブレードホルムになることが重要だからな。次のサイクルからはリードプッパでもいいかもしれないな。同じ立ち回りをされたらね、されたらレードぶっぱでもいいかも。で、身代わりして、まあ、これは本当はドヒドイテとかに対して打つ技なんですけどね。で、あ、インファウス押してくれるんだ。それはありがてえっちゃありがてえよ。で、さっきここで身代わり見せたんで、ここは身代わり読みのインファ読みで突っ張ります。まあ、ここ単純にじゃんけんみたいなもんなんだけど、まあ、いいと思うわ。もういいと思う。ここ殴ってレードはちょっとやりすぎだし、キングシードさっきしてこなかったから、ここはしてこない可能性もあるよね。されたらもう一回身代わり張るって選択が生まれるだけだから、とりあえずいいと思うわ。オッケー、高谷は通る。倒せんじゃないかな。どうだろう。特防1回ダウンでブレードホルム倒せ。よーし、強い。これのタグゲーはな、ラプラスではやったことないけど、まあ、ギルガードとのタグゲーは結構経験あるからな。過去の作品も含めれば。大体人間は考えること一緒ですからね。この辺は経験則がものを言うわ。ロトム、はい。ロトム、まあまあうざいんだな、普通に。最悪、喫煙なんとかすればいいから、ここは削り優先、フリーズドライ。一発耐えてくれるかもしれないけど、無理かな。電気技がボルチェンしかないんだったら、ここリーフストームをしてくれればそれはそれでって感じなんだけど、放電か。放電ちょっと嫌だな。耐えろー。耐えないね、さすがに。トゲキッスは最後まで残しておきたい気がするな。ここちょっと嘆きから入るか。ローキックでいいかな。嘆きの素晴らしさ知らないんだけど、これ嘆きイントネーションが分かんねえよ。でも打撃は打撃じゃん。だから嘆きは嘆きじゃねえ。分かんないな。でも打撃って打撃か。打撃って呼んでたけど打撃だよね。だから嘆きか。嘆きっていうの、こいつ、このポケモン嘆き何を言ってるんだ俺は。さっきから分かんないだろこのポケモン。これ麻痺引くなよ。まあ、引いてもいいんだけど、とりあえずでローキックで、ウェイ、まあまあで素早さを下げて、で根性を発動させる。そしてここで投げつけることによって相手もやけどに道連れにすると。遅っちょっと待って、こんな遅いなこいつあっ、嘆きさん、ちょっと待ってくれ。こいつこんな遅いの嘆きさん。これ結局トゲキスが頑張るゲームじゃん。これワルド君積む必要はないか。積まなくても大体のポケモン倒せるからダイジェットでいいな。ラムの実があるからね、これ1回分の放電麻痺はなんとかなるんですよ。ギルガルドもいないし、なんやかんやもトゲキッスでいけそうなんだよな。この後とかスカーフの場合がちょっとね、上から叩かれて削られる可能性があったから、だからまあローキックしたんですよ。だから嘆きが落とされるのはまあ想定内みたいな。そんな感じですね。いや、もうちょっと活躍させてんだな、嘆き。絶対強いんだって。弱くない、あのポケモン。全然マイナーはマイナーかもしれないけど、中の上ぐらいの実力あるから、嘆きは。打撃も強いけど。誰かイントネーション教えてくれ。打撃、打撃わかんない。大ジェットで飛ぶかな、これ。できれば飛ばしてくれ、当倍。おー、偉い。俺は偉いぞ。HP 満タンの状態で残したのはでかいですね。裏が誰であれ結構有利なはずで、ルチャボーじゃないかなと思ってんだよね。今んとこ相手カビゴンとか結構辛いだろ。あ、ドラパか。ドラパは別にいいや。こいつは殴り合ったら勝てるだろ。ダイジェットですね。弱点保険とかも嫌だし、弱点保険発動させて大スチールとかで死んでも嫌だし、多分死なない気がするけど。ゴーストダイブ、あー、なるほど。時間稼ぎか。でもまあこれダイジェットでいいよな。ダイジェットからのマジカルシャインでいいもんね。はい、ダメージは全然大したことないと。でダイジェット、はい、タイジェットだけで死んでいった。突撃室強、タイジさんありがとうございました。